坂田さん、はい、まあ、キャンプ真っ只中なんですけど、うん、ちょっとまた気になることが、要はね、気になるよく、ね、気になるんですよ、はいはい、そうなんですよ、はいはい、片岡さんコーチされてたじゃないですか、うん、あのキャンプのメニューとかって誰がどのように決めてるんかなって、あれはね、基本的にヘッドコーチが、俺がやった場合はその、まあ、バッティング部門やね、はい、で守備部門でピッチャー部門と、まあ、キャンプやから、まあ、全体でアップしたらあとはもうある程度このピッチャー変わってくるやんか、はい、ただ午前中守備練習するときに、党内連携とかね、そういう守備系はピッチャー、これ入るあれ入ると何時にこれするっていうある程度の流れを決めておいたら、今度ピッチングコーチがこの日は誰々をメイングラウンドで党内連携入れますとかいうふうな順番的にあの選手を決めていくわけよ。その時に、まあ、守る守備位置、例えばファーストサードとかファースト外野とかいう選手は今度は守備走塁コーチが初めここに入って次ここに行ってくれとかいうふうなことを伝えたりメニュー表に書いたりする。でバッティングの順番はもうバッティングコーチ、まあ、ベテランで集めたり同じポジションのライバル同士を同じにしたり、ただまあだいたいバットの練習順番ってバッティングやって守備練習やって走塁練習とか順番やけど、やっぱ内野は内野でしょくと内野のやっぱゲッツーであるとかね、あのいろんなそのサブランドでやることが多いから内野は内野でこう固めることが多いよね。でキャッチャーはキャッチャーで固めることが多い、ブルペンに行かなきゃいけないしという、その辺そうなんで、まあ、各担当コーチがいついつに実戦やるよと、フォワード戦やるよとか試合やるよとか、もうちょっとこの日守備練習 しないかなとかいうふうな、まあ、監督のそういう意見とかを受けてメニューを決める。例えばです、うん、具体的に言うと、うん、2月1日でキャンプインです、うん、なった時に、うん、まあ、もちろん2月1日に始まってから決めるわけではいかないじゃないですか、うん、大体いつぐらいから動き出してこのメニューっていうのは組まれているっていうのか。まあ、俺が一番初めにコーチした時っていうのは、はい、秋のキャンプから行くわけやんか、はい、でも秋のキャンプっていうのは俺が阪神に行った時は和田監督、元和田監督が大学コーチやったからね、まあ、俺はその補佐みたいな感じやったから、あの和田監督がある程度バッティング周りとかいろんなことを決めていって、でメニュー表もらうやん、俺はそれをね全部取ってた。ほんでやっぱ春のキャンプをやる時もこういう流れとかねちゃんと覚えとかないと、まあ、これからもし自分がやる時になった時にねできないと思って全部取っといたね。だから初めはやっぱ分からへんやん、今までは書いてるね紙見て、あ、これやな次あれやなとか思ったけど、実際今度自分がやるとなったらね、バッティングの人数とか時間とか、じゃあこんだけで回ったらこんだけの時間かかるとかっていうのもやっぱりそれを決めとかないと、この昼飯時の時間も合わさなきゃいけないし、今度は午後から捕獲戦とかっていう時もピッチャーの仕上がり具合によって時間が回れたら、これはね不思議とね、俺野手とかっていうのはそうでもないんやけど、ピッチャーって5分ずれたりするのをねものすごい嫌がるねピッチャーとかコーチがいるわけよ俺らからしたらさ5分ぐらいね雨でもずれるやんけとか思うやん、5分ずれることを嫌がる人がいる、まあ、チームによったらあんまりそういうのは決めずにある程度の流れだけ決めといてね、例えばチームによったら初め、まあ、バッティングだったら20分で回るとかっていうのを決めてるチームもあれば、10時からバッティング始まったら12時までバッティングすると、ほんでこんだけ休んで1時からシートバッティングとか紅白戦とかっていうとこもあるし、もっとこと細かく、ね、来ていただいた高城さんっていうのは、はい、もうその辺っていうのをね筆記用具持って書いていただいたんで、すごいその辺は助かったね。何が一番苦労しました、初めてコーチされた時。いややっぱりね、あの打順増えるよ、打順、あ、それは対外試合というか後半戦です、うんうん、やっぱりね、みんな一生懸命やってる、ね、選手を出したいと思うやん。後半戦の場合はほぼ、まあ、野手の場合全員出れるやんか、もちろんその俺なんで何倍ねんとか、あいつが俺よりええ打順やとかもあるけど、ある程度そのこっちの期待値というのもあるやん。だから、まあ、今回のねチームの対外試合見ててもやっぱり出したい選手というのは他の選手よりもね打席数が多くなったりするもんやんか。だからそういう風な時にやっぱり、あ、こいつ頑張ってるのに結果も残してるけど、こっちやっぱり結果残してんけど、やっぱこれやなみたいなのがあるやん。そういう時が一番やっぱりこう難しいよね。こっちはまんべんなくというのがある程度最初の数試合はね、レギュラー陣が出るまでまんべんなくと思うけど、出る選手にとったらオープン戦であってもね初戦俺じゃなかったとかっていう風なことは敏感に感じると思うから、打順決めるのとかね、途中からその行くのとか、あと打席数、この選手には、ね、15打席あったけどこの選手はよう見たら5打席しか実戦なかったとかいう風なことが多々あるやん。もちろんねプロ野球は不平等やけど、そういうのはあんまりある程度納得させて2軍に送ったらなあかんわけよ。これすごいあれな言い方やけど、野手も大体このキャンプ20人から22人連れて行ってるけど、大体5、6人落とさなあかんわけよ。でフォアボールで調整してるやつも上がってくるわけやんか。だから最後は落とすことが大事やから、もちろんこのキャンプを経験させたいと思って連れてきてる選手もいればね、本当にこのキャンプが勝負やと、こいつはもう一度のスタメンか、もうあかんかったら2軍で試合出しとこうっていう選手もいるしね。そういうところのやっぱりこうあとは見極めやな、
みんな言うようにこの今の瞬間やらなあかん選手たくさんおるやん。まあみんなそうやけど、チャンスはみんなあったと思うね。そのチャンスを生かしたかどうかということで一軍に残れた、またそこからレギュラーになったという選手もいれば、チャンスがたくさんあったのにそれを生かせずにやっぱりもう旬を過ぎてしまうという、みんなやっぱりある程度旬ってちょっとあると思うんだよね。それが一瞬であったりいろんなあの瞬間があると思うんやけど、それをやっぱり生かせなかった選手っていうのはやっぱりよく言うレギュラー取れへん、だからなんかこうもうベンチでええんかみたいなね。それはもうどんどん次の若い選手、また新しい選手が加わってくるんで、やっぱりそれがやっぱり激しいチームが強くなるしね。そこはよく言う、まあ、競争口ではみんな最近はね、あんまりそういうふうなことをあからさまにね見せる選手、昔だったらその紅白戦でね、二遊間やったら二遊間スライディングしてね怪我させたのかっていうふうなね、あの選手もいたけど、最近はそこまでのあれはないけど、やっぱりみんなね、プロ野球である以上はクビになるというふうな恐怖感があるわけ。それはみんなわかるやん。3年前に俺にいた立場はね、今俺じゃないんだと、あいつなんだと、だから俺はもう今この立場なんだと、もう土俵いっぱいなんやと、これいかへんかったらもう押し切られてしまうっていうふうなことは一番選手が分かってるわけよ。だからそういう選手にはやっぱりある程度の踏ん切りをつけさせるようなね、やっぱりこの量というのを打席数とかの上げなきゃいけないし、ただそれが平等に与えられないのもプロ野球の世界なんで、だからそういう選手は俺が打席少なかったと思ってる選手が多いと思うよ。でもみんなそうやって打席が多い時期もあったと思うよ。そこでは怪我出せへんかったからこうなっていくというね。対外試合とか紅白戦とかのいわゆる開幕投手と言われるピッチャーっていうんですか、まあ、基本的に若手がいると思うんですけど、あれはやっぱり期待の表れなんですかね。もちろん今年頑張ってほしいとか注目されてるとかっていうのはあるけど、最近って難しいや、練習試合が入ってきてね、どれがその開幕か分からへんようになってきたわけよ。ただやっぱり選手が一番こうやっぱり息に感じるというかね、そんなのも俺たち見てて分かるし、やっぱりそれが開幕スタメンであったりね、前も言ったけどこのチームのおせち料理なわけ、一番いい選手を出すと。逆にオープン戦の1試合目っていうのは一番息のいいね、今年期待してる選手を出すということはあると思うよね。片岡さんが、まあ、もちろん入団当初と、まあ、ベテランになられてから、まあ、調整の方も変わってきたと思うんですけど、このベテランになられた時の第一クールとかってどういうことされたり、まずユニフォーム着て練習するのに慣れなあかんな。いくら自分でね、はい、厳しい練習とかハードなトレーニングしててもユニフォーム着たらめちゃ疲れんねん。まずそれに慣れることやね。タイガースでも今回2月4日に紅白戦やってるけど、はい、第一クールにできるっていうね、これはもう今の選手のね練習とかオフの過ごし方の賜物と思うし、年いけばいくほどね、まあ、そこまで関係ない、はい、ないやん。でもだんだん年って逆に今度は早く実践してくれた方がそこから結果出たら調整できるやん、はい、その方がいいなと思うこともあったね。あとはもう怪我しないこと、怪我せえへんように体調がいいからよくおんねん、今日ちょっとしんどいから俺今日やめとくわ、ほんまに言うんですか、ちょっと今日無理やで、体調いい時は俺今日元気やって5本で言ってるのにな、6本半して怪我するやつ必ずおんねん。